はい、どうも、斉藤ファクトリーです。今日はですね、MRS のパワーステフルードの交換やっていきます。で、パワーステフルードの交換なんですけども、上、ここのリターンホースから抜くんですけども、今このリターンホースのところまで来ているので、リターンホースより下に下げる必要があります。で、今回使うオイルが、これね、これ。品番これです。で、MR2 と MRS は専用設計のオイルなので、これ以外使わないでとのことなので、絶対これを用意してやりましょう。で、工程としましては、リターンホース外す前に蓋を外して、で、リターンホースのところまで、注射器またはシャンプーのボトルで抜くらしいんですけども、今うち探したらなかったので、で、たまたまね、いいところにね、後輩がいたので、まあ、工程としましてこれを入れる。で、後輩の口にこれを刺す。で、ギリギリのところまで吸わせてペットボトルに入れるというやり方をやっていこうかなと思います。よく真似しちゃいけないので、早速ね、やっていきます。まあ、リターンホースのね、ここの下ぐらいまでなんで、まあ、いけんだろうっていうことでね、やっていきます。はい、後輩。はい。巻いて、まあ、やりましょう。はい。どっちがいい？何する？はいはいはい。はい。ちょっと待って、あんま一気にすんなよ、はい、止めろ。よし。吸うなよ、そこまで。いや、まだそこまで行ってないっす。ただ、止めてんのか、これ難しいっすね。あ、もういい、もうちょい、もうちょいっすね、もうちょい。はい、ストップ。はい。でいい。もう一息。もう一息ですね。うん。もう結構スレスレスケートで。うい。少しね、ゆっくりね。もうちょい。はい、ストップ。はい。これ抜いたフルードですね。でもそんなに汚くない。いや、そんなことないな。で、したら、こいつを外します。どう？芳醇な香りがすんの？香りは芳醇でしたね。で、ここを外して、いいね。そうそう、開けた瞬間に。よし。ちょっとそれ、見せてもらって。で、ペットボトルにホースを挿して今リターンのところに入れてます。で、この時にタンクの中抜きすぎるとエアが噛むらしいので、ここめくらしとくとやりやすいって書いてあった。上向きに挿しとけば大丈夫だ。で、ホース挿してめくらせるとやりやすいらしいので、ホースを挿しました。したらね、量がどこまで入ってるかが、ね、見えるので。お、あ、綺麗超綺麗こんなに色違うんだ、ね、やばいやばいですね。で、この縁のゴミをね、中になるべく入れないようにやります。よし。そんな固形物になっちゃうんですね。ね、それはな、ある程度ブジュブジュってたしな。あれはもう死んでましたからね。で、これでロックトゥロックすればいいんでしょ。いくよ。はい、ゆっくりで、ね。あ、でも出てるっすね。あ、減ってるっすね。おー、すげえ。今マックスライン。そうだね。いや、見えてる。こっちからもね。あ、コールドのとこですね。で、足すか。はい。っていう工程をやっていきます。あれですね。こっち出てくるフルードも綺麗になったっすね。なんか本当。でもなんか1リットル600らしいから、全量が。はい。そんなに早く綺麗になるかな。あ、で、皆さんやるときこれボディ平らなとこに置いてやってくださいね。あと、この割れで終わりじゃないか。まあ、あれだよね、減り増えすぎたらまた正隆が吸えばいいだけだもんね。
うん、そうなりますね。あ、違う、そっか。なもんすか。あ、今いいところ、いいところ。うん、多分この辺ですかね。うん。で、したらペットボトルに挿してるやつをここに戻します。ちょっと待って、掃除したい、そこ。はい、拭いて、よし、はい。で、こいつをまたホースを挿します。で、ホースバンドをまた締め直して、よし。で、締め直して、マックスのところまで入れます。やっぱあれかな、マックス超えた方がいいかな。あー、入れすぎちゃったみたいな。いや、そこで大丈夫っすよ、コールド時。あ、そっか、奥にコールドで、手前がホット状態ですね。ということでね、交換完了でございまして。で、コールドとホット、あ、そっか、コールドとホットね。で、これ見るとね、コールドとホットって書いてあって、コールドのラインがね、ここに入っているので、皆さんもね、まあそちらを見ながらやっていただいて、で、今度温まった時にね、ホットラインどこまで来てるかちゃんと見て、しっかりと確認をしてやってくださいということで、以上、パワステフルードの交換でした。もしね、交配を用意できない場合は、シャンプーボトルをダイソーで買いに行くことをお勧めいたしますということでね、動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では、間にかませるときですね。あ、で、これ抜いたフルードですね。かなり真っ黒です。真っ黒で、新品、じゃあ上からちょっと見ていきましょうか。新品、綺麗という感じです。